オナガドチザメは、メジロザメモクタイワンザメ科に属するサメの一種。インド太平洋西部、深度71から766メートルの大陸方園の泥底に生息。最小のサメの一つで、最大24センチメートル。細長い体と尾ひれを持ち体色は、アンカ色。餌は、魚類、甲殻類、イカ。卵体勢で、三指数1から2。 IUCN は、軽度懸念としている。1907から1910年に行われた、合衆国水産委員会の蒸気船アルバトロスによる、探検公開で得られた。1913年、副委員長で、航海の指導者、ヒューマッコーミック・スミスはこのサメを、プロシーディングス・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・ナショナル・ミュージアムに記載した。種照名は、航海の助手を務めた。 博物学者、ルイスラドクリフにちなみ、親属エアリデクニスに分類された。タイプ標本は23センチメートルの生態メスで、スール諸島のホロト沖から採集された。散発的にではあるが、この属の中で最も広範囲に分布し、タンザニアーデン湾、マンナール湾、ベンガル湾、アンダマン諸島、ベトナムフィリピンから報告されている。 定性で、震度71から766メートル、大陸方外縁から、上部大陸斜面の泥底に生息。細い体に短く丸い糞を持ち、長大円形の目には、痕跡的な窓科膜がある。鼻孔には、短い三角形の鼻孔角壁がある。口は広く V 字、口角に溝はない。歯は小さく複数戦頭で、端の歯は、く状。 公害と最急の縁に乳頭突起がある。二つの背びれはほぼ同じ大きさで、第一背びれの位置は、腹筋より胸びれにわずかに近く、第二背びれは尻びれの上。尾びれは細長く全長の位置、四に達し、下場はない。体色は一様な暗褐色で、背びれと尾びれに黒い島が入る。オスは、最大 23cm、メスは 24cm。 ある個体の計測結果によると、オスは 18.6cm14g、妊娠したメスは 24.2cm37g だった。インド南部沖やフィリピンでは多数報告されている。インド洋での研究では、餌の55%は、甲骨魚、28%は、甲殻類、14%はイカ、その他は2枚以外などだった。卵体制で、肺は、 卵黄栄養で育つ。メスは1 6 6トルから妊娠可能だが、発達した胎児は1 8トル以上の母体からしか確認できないため、妊娠中にも母体が成長すると見られている。産子数は1から2で、新生児は母体に比して、非常に大きく約1 1トルにもなる。オスは18から1 9トル メスはおそらく15から16センチメートルで、生成熟し、オオメコビトザメ、ペリーカラスザメと共に、世界最小のサメの一つである。サメの成熟度を測るのは難しく、正確にどのサメが最小なのかは不明である。フィリピン沖などの底引き網で混獲されるが、利用法は知られていない。IUCN は、軽度懸念としている。ありがとうございます。